フォレアスには絶対負けへんで。バレーボール V リーグ、北海道を本拠地とするサフィルバとボレアスが激突。いわゆる北海道ダービーを見ようと、今シーズンリーグ最多2000人に迫る観客が詰めかけました。ライバル同士の対決は激しい熱戦が繰り広げられました。中でもこの長い長いラリーの応酬、瞬き禁止でご覧ください。北海道ダービー、意地と意地がぶつかったこの試合、サフィルバがリーグ参入から4年、前を走り続けていたボレアスから初めて勝利を挙げました。